はい、こんにちは、スルインです。今日はですね、ちょっとポケカの所持カードを公開しようみたいな動画です。ちょっとね、自分でもまあ、持ち札を確認しつつ、こんなカード持ってるよっていう、まあ、トレードとかね、売却用って感じですかね。まあ、欲しい人がいたらみたいな。ただまあ、結構多分、言うて、ネットでのやりとりあんましたくないんですよね。だから私、メルカリみたいなやつとかもあんまり、ちょっとね、やるつもりはないんですよね。まあ、とりあえずですね、パパっていきます。じゃあ、こんなカード持ってるよとか、あとはね、とあるでもなんでもないけど、まあ、知人とか友人に向けてプラスアルファですね。まあ、欲しいカードあったら、一方くださいみたいなやつ。変わってきます。まあ言うてこれね、ここは、この箱よく見たら XY だね。パワっていくね、パワっと。さてと、パッていくわ、パッて。あ、懐かしい。懐かしい。この辺帰ってこないかな。てか XY ワンチャン帰ってくるからね。ワンチャン帰ってくるんで、ファンファロセクト。ポケブロワー、昔すんげえ好きだったカード。超、ポケブロワーじゃない、ポケドローか。何でしたっけ。ありましたよね。そんな話はいいんですけど、パカっていくね、パカった。ああ、今日大植物の森、この辺入ってくんのかな。でも一応地味に、こういうとこ書いてこないかな。サポートとか、グッズサポートとか、エネルギーどうでしょうね。まあ、グッズサポートは帰ってくるよね、結構。ちょっと待って、座っていい？腰痛い。よいしょ。ちょっとね、見せ方が変わるかもしれないけどね。まあ、多分映ってるでしょう。映ってなかったらサーセンってことで。スペシャルチャージってまだ使えないよね、確か。一応ね、XY のカードはちょこちょこ拾ってはいるんですけどね。力の味巻きいいね、懐かしい。サクレスバルーンとかも好きだったね。気合のたすき。この辺は帰ってこないかな。サイレントラボ。次元の谷。エレンの大会も好きでしたね。なんだかんだで、売り損ねた。XY の時売り損ねたところですよね。時のパズル最強カードでしたね。これがあるからね、やりたかった。売り損ねたトレーナーズポスト。これは、失敗したね。これ帰ってこないかな。帰ってきたらすげえまた値段つくけどね。まあ帰ってくることに期待しよっかな。ヘビーホールとかワンチャン帰ってくるね。ポフルレ。博士の手紙って使えなかったっけ？使えねえか。レボール、レベルボール。まあ、レボール関連はワンチャン返ってくる可能性が結構ありますよね。あ、なんかおかしくない？今、だいたい、あ？でも、ダイブボール。ちょっとこういうの嫌だよね。気持ち悪いよね。ダイブボール、今、こっちにあったし。こういうのね、ちゃんとやりたいよね。で、なんか XY なんかどうでもいいんだよな、ぶっちゃけ。なんで XY から開けちゃったんだ、私は。だからパパっていきますね、パパッと。もしかしたら拾えるカード。いたずらスコップ、私の相棒のカード。ランダムレシーバー。欲張りだし、使ってましたね。これって XI なんだよな。メガターボ。ジムバッジってどうなんだっけ？使えないかな？エアリドロップ、レッドカード。覗き見レッドカードあるけどね、今ね。覗き見レッドカード。クセオシティエ、使ってましたね、懐かしい。アズサ強かったなぁ。アズサはお世話になった。ウーロンはお世話になったというか、まあ、お世話になったカードばっかりですよね、サポートは。めっちゃ持ってるやつ。エンジ強かったですね。ロケットの工作、これ今欲しいなぁ。プラターンですね。最強カードと言っても過言ではない、プラターン。めちゃめちゃ持ってる。バトルレポーター、AZ、怖いお姉さん。オカルトマニア、いいカードいっぱいあったね。ポケモンレンジャーとかね。カーリン、ゴルニ、カージア。そしてバトルサーチャーですね。帰ってこないかな、バトルサーチャー。バトルサーチャー欲しいわ。まあ、バトルサーチャー入るとまた、そういうゲームになっちゃうけどね。サーチャーゲーになっちゃうかもしれない。ルギア爆弾。ウラダリー。まあ、今はね、グズマもありますからね。カスミに、確かカスミやる気が出てきたよね。カスミやる気はね、この間のカスミ、たけしとカスミのセットで帰ってきたはずなんで、使えるはず。これ回収しとこう。よいしょ。
先輩と後輩、また使いたいカード。プリアドのスタッパも欲しいな。私大好き、エネ破壊ですからね。サナちゃん、サナちゃんめちゃめちゃ持ってるよ。サナちゃん無駄にいっぱい持ってるよ。ほぼ、最初の頃はね、サナちゃんよく使ってたんだけど、まあ、ぶっちゃけサナちゃんより強いカードいっぱいあるからねって話で。よろしい。大体拾ってますね。ポケモンに関してはまあ帰ってこないんですよね。基本的に帰ってきたことないかな。大体新規ポケモンになっちゃうからね。懐かしい。買って一回も使わなかったメガヤンマ。アラフェッシャーズめちゃめちゃ強いっすよね。今でも強いかな。今でもっていうか、あっちの方でも強い。リラティナかっこいい。あ、夜の更新時のパーツですね。懐かしい。まあ、言うて、ただ取っててるだけで、まだ使ってないやつあるんだよね。まあ、私結構、まあ、優秀どころっていうかね、そういうカードをキープする、まあ、習性があるから。あ、相方、私の相方、ホルード。言うだけなんだよな。物拾い。言うだけなんだよね。あ、ホルビー、ホルード。いいですよね。まあ、手短に行かないとね、ちょっとね、どんぐらいまで取れるかわかんないんで、むしろ逆だったな、ほんと。先に3ムーン取ってから XY だったな。完全にミスったな。いやね、XY は XY だけで動画にするこれ。いや、でも需要がない。さすがに需要がないし、しかも XY のカード今欲しいですかって言ったらねっていう。欲しい人もいるかもしれないけどね、世の中には。まあ、私全然出してもいいですよっていうのはあるけど。欲しいカードあるんですかね、こんな感じみたいな。あ、言うてか、まだ XY 使えるんすよね。あー、懐かしい。お世話になってたな。XY のカードはまだ使えるんで、電動レギュレーションっていうのがあるからね。そこでは使えるんですけどね。だからそういう意味ではまだ私も、XY の時に、あ、相方ですね。私の相方そうなんです。あずさでまず並べるカードね。あとはこのゲンガーですね。大好きです。強いよ、このゲンガーは。なんでまあ XY のデッキもね、まあただ XY 環境でゲームやろうぜとは今言わないから、なかなかやんないですよね。まあ3分あるからね。スーパーも好きでしたね。シャンデラ。ババ。オーロット。ダストですね。強かったですよね。フーティーン。ちょっと全然、メガ進化とは一体みたいな感じですよね。OK。とりあえずこれで3ムーン終了。3ムーンじゃねえよ、XY。こっからが本番だ。確かこれか。これ先に見せた方が早いか。そう。こっちが多分レアリティ高いとこ。てか割とお値段つきそうなとこがまとめてあるはず。はい。この辺どうしようかな。売ろうと思ってまだ売ってなくて、まあ、ある程度ね、寝かしておきでもいいかなと思ってるとこもあるんですけど、まあ、ぶっちゃけ値段上がる可能性があるとこもあるからね。コバルオンとかワンチャン上がるかなと思ったけど、そうでもなかったかな。鋼環境ではなかったか。色違いですね。色違い、私ぶっちゃけ今回ね、レアリティにまだこだわってないんですよね。てか、それにこだわってるほど財力がないので、前はね、スーパーレアとか、ウルトラレアにするっていうのをやってたんですけどね。この攻撃とかは高いですよね。高いうちに売りたいんだけどな。まあ、わかんない。まだ跳ねる可能性はあるんだけど、再録されると安くなる可能性もあるからね。テテフもぶっちゃけ4枚以上いらないから、テテフも出しちゃおうと思うんだけどね。どんどん増えてるよね。一回、引退するときに全部手放したのに、またこんだけテテフ増えたからね。まあ、いいことなんだけどね。さっきウルトラのテテフもあったしね。まあ、この辺は安いけどね。シンボラはデッキ作ろうと思ってまだ作ってない。この辺のね、もう、ダブレアは、まあ、ほとんどウルトラシャイニーのやつですけどね。とりあえず4枚以上、てかいらないから4枚以外出してるけど、最近手放してないから増えてってるね、また。この間またウルトラシャイニー買ったから増えちゃってますよね。この辺はあれだな。あ、電流とかね。電流とか、まだ値段つくかな。つくうちに出そうそう。アロキューね。アロキューはまあ欲しがってる人がいるから流そうとは思うんだけどね。私が持ってても使わないから。出しちゃいたい。ってのはあるよね。まあ、言うてかな。そんなにですね。
ちょっとペース早いかな。あ、しまったね。本当はもっとゆっくり見せようと思ったんだけど、あんまり今時間取れなくて。まあまあ、あとはコメントでとか、コメントとかいただけたら、そっちで対応します。出てる霞んでる木はここにあって、ここがポケモンか。ポケモン。ポケモン。一応あれか。そんなにあれかな。ダブルヤ以外はいいか。ああ、でもまあ、ダブルヤ以外でも高くなってるからあるんだけどね。ダブルヤって言っていいのか。ありますけどね。そこそこ気づけば値段の上がったカードもあるんだけど。よっ。あ、パパッといきますね、パパッと。多分あんまりあれだよね。まあ、ただ私はさ、一応自分が使えるなとか使うかもっていうカードを手元に残してるだけなんで。ババババババ。あれ？ああ、そっか。ロトム系デッキ作ろうと思って、やっぱいいやつって手放したけど、光ってるやつだけど手元に残したんだね。はい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 。まあ多分ここはこんだけキープしてるけど、多分使う、そんなに使うかなってところだけどね。多分もうちょっとさばきたいっていうか、箱、一箱、ポケモン一箱を、グッズサポートとか、まとめのやつで一箱ってやりたいんだけどね。まあ気づけばね、またいっぱい増えましたよね、ほんと。一回ほとんど、まあ、XY は手元に残したけど、サンムーン、まあ、サンムーン、まあそうか、一応、モンスター手元に残してたから。でもほとんどポケモンはだいぶ手放したと思うんだけどね。あ、でもこの辺残したんだよね、ビクティンっていうかね。ビクティン値段上がったからね。評価されると思わなかったけどね、またね。まあいいとこは結構あるんですが、デンジモク。枚数が最近に、ね、光物系をさばいてないから一回4枚とかにしたんですけどね。まあ、場合によっては4枚以上使うポケモンとかいますけどね。ああ、懐かしい。ホエルコ懐かしいですね。前のイベントで活躍しましたからね。去年じゃないな、もう一昨年になるのか。ホエル王がひたすらコイントスで表を出しまくって若干ちょっとだけ会場を沸かせるっていうのをやりましたね。どんだけこいつ死なねえんだっていう懐かしい話です。ババババババ、この辺はもう悪事キングどんだけ持ってるんだよ。あ、それこのアブソルもなんか値段ついてましたね。私結構好きで使ってたんですけどね、最近またちょっと作ってあげたいですね、これね。だから8枚くらい持ってたんだけど、4枚いいやつってこの辺流したんだけどね。ただで投げてしまった。ピシュン。でも意外と値段ついてるっていう、まあまあしまったみたいな。まあまあ、ギラティナがいてね。ギラティナはね、デッキ組もうと思ってまだ組んでないですよね。アートシュダイスキーフーパー。バババババババ、この動画大丈夫かなペースクソ速くないこれ。みんな止めて見てねみたいな感じかな、これ止めながら見てねみたいな感じ。あ、このカラマネロね、使いたくてちょっとデッキ組もうと思ってんですよね。このゾロワークもちょっと使いたい。ちょっと待った。これなんか順番おかしいぞ。順番おかしいぞ。ホエル王はどこ行った？順番がおかしいな。完全に順番見せたな。こうだ。こっちだ。あ、ヘラクロスいいですよね。ラランテスはね、高いうちに売りましたね。借り切りしか残ってないから、借り切りだけ手元に残しておく意味あんのかなみたいな感じだけどね。フリーザーデッキにも入ってんのにね、もうどんだけ持ってんだって。この辺もね、まあ言うたら買ってる数が結構なもんですからね。ありましたね、ホエードね。お世話になりましたよ、ダイビング。好きなんですけどね。よいしょ。あ、これ結構腕疲れる。見せ方が悪い。空中で撮ってるから疲れますね。あ、スピアはね、今、デッキ。使おうと思ってるね、また。一回組んで微妙だなと思って、結局、結果に、
それがいくらあっても困らんと思ってまだ手放してないけどね。具足無者、あーこれ腰に優しくないな腰に優しくないですね。よいしょ、ちょっと一回休憩したいな思ったより疲れんぞこれ。うん、2番こうそき今ルカリオ GX 評価上がりましたからね。まだねフェローチで、これさっきのとこですね。これでつながるんだ。でギラティナまでお見せしたんで一回下げて、ふぅ、あれ、ん、違う、このギラティナが違うんだ。こうか、ギラティナが多分一番上にいたな。私です、キリン引き、あ、バババババババ抜け人いっぱいいますみたいな、絡まれろ、まあいいか、あれは強いですね。で、マーシャドウね、マーシャドウでどっちも強いんだよね。うん、ああ、結構ね、そう、好きですよ、私、踊り踊り。結構前の環境がもお世話になってましたからね、ダストダス。あれね、やっぱ強いですよね、超ポケは強いですよね、結構ね。うん、ああ、そうそう、結構、すいません、アローラベドベドンっていうスーパーカードもいますね。うん、うん、うん。で、ベノンですね。あの、そうなんす。ババババババッと。いやー疲れた俺疲れるな、角度が悪いんだろうな。うん、これは多分まあ、うん、スピアのパーツで置いといて、ここがだと多分タッグか、タッグが入んなかったから、この辺もタッグぶっちゃけ使う気もなくてね。まあ一応ここはちょっと使いたいっちゃ使いたいんですけど、あのここも使いたい。うん、これローはデッキも残してます。こんな感じかな。で、ピカジェクだけは2人で全部売りましたよいしょ、あー疲れたちょっとこれは企画というか失敗したな。うん、やばいですね、疲れますね、非常に疲れる。でこっちがサポートとかですね。霞のやる気はここにしまいましょう。サポートグッズ、エネルギーかな。うん、あとスタジアムか。よいしょ、これが全部エネルギーかな。エネは別に見せなくてもいいんだけどね。別にしょうも今もう高いエネルギーないですからね。エネルギーもね、一通り手放しちゃったんですよね、一回やめるときに。割と DP の頃から使ってたエネルギーとか、それ以前のエネルギーも持ってたから、あ、今となっては手放さなきゃよかったなって思ってるんだけど、もう手遅れですね。うん、若干昔のエネルギー持ってるけど、そんなにないかな。あとはエネルギーはね、この間送った、あれですね、ピカブイの、あれで当たるかなっていうところに期待しましょう。キャンペーンで。よいしょ。いやー、これ今、私が腰やってる時に撮る動画じゃなかったな、これ。これはまずいですね。この辺も基本エネルギーなんで、バババっていっちゃいますね。バババっとね。うん、バババっていきます。バババババっと。はいはいはい。まあ、エネはね、一通り持っといて損はないですからね。うん、まあ、1デッキ分ぐらい、1デッキか2デッキ分ぐらいは持っといていいかなって感じですよね。はぁ、疲れた。で、この辺からポケモンの道具と、あれですね、学習装置とかもね、前いっぱい持ってたんですけど、手放しちゃいましたね、もう。意外と今この辺値段するから面白いですよね。うん。やりちゃんもいっぱいある。メモリー。で、そう、ガチリンとかもまだ残ってたんですよね。ガチリンと、なんだっけ、もう一個。あ、ねえか。あれ、ガチリンしか残ってなかったっけ。ミチリン売ったし、手放したんだっけ。もうどんどん持ってなかったかな。多分だんだん高度が下がってると思うんだよね。うん、もう上げてらんない頑張れないですね、思った以上に。この辺は全部ね、3分で使えるやつですからね。うん、ずっと6時間使ってましたね。意外なバトン、ムキムキエスケープボード。エスケープボードとかもね、結局私デッキに使ってないんですよね。強いんですけどね。
で、これ巻きで撮らないと多分えらい時間かかるからね、この動画。まあ、とりあえず一応止めてさえもらえれば全てのカードは映ってるはずだからね。うん、まあ、巻いちゃってるけどね。まあ、実際ね、4枚以上いらないとこいっぱいあるんで、まあ、出したいは出したいんですよね。うん、今しかもちょっとしばらくお仕事があれなんで、ちょっとまたね、ただね、結構いろんなショップで値段比較して高いところで全部売っていくってやると結構疲れるんですよね。なんでまあ欲しがってる人に言ってもらって手放していった方が早いのかなっていう気もしてるんだよね。うん、まあ、トレードとかでもいいし、まあ、その辺はうまいことやりましょうって感じかな。うん、ポケティアとかもね、いっぱい引いたけど、結局的に対して使ってないっていう。シャンマー、私大好きなシャンマー、いくらあっても困らないって言ってたことあったよね、改造ハンマーも。この辺は手放さなかったからね。ネットボールもいっぱい引きましたね。スーパーボール。ババババババ。よし、あと一束。もうちょっと終わる。よし。なんか趣旨変わってきたけどね。なんか違う。ばばばばば。あ、カルネが氾濫した。で、まだ持ってないとか結構あるんですよね。マーズとかね、持ってないんですよね。欲しいけど。その子ちょうどやってなかったからね。でそれからまだゲットしてないし、この辺懐かしいですね。まだ持ってたんですよね。でも1枚ずつしかないっていうね。トレジャーもぶっちゃけこんなにいらないから手放したいと言われましたね。うん。はいはいはい、エリエリエ。まあ他結構この辺はデッキに使っちゃってるからね。まあだいぶ薄いと思うんだよね。うん、まあ、使ってないとこは結構残ってるって感じ。デッキもなんだかんだ今ポケカのデッキ今いくつだ ?6 個 ?6 個かな。気づけば6個ぐらいポケカのデッキありますからね。うん、よいしょ。でこの辺があれか、一応だから私は今回全然持ってないんだよね、スーパーレアルが。そんなにってか引いてない。今回スーパーレアの引き悪すぎるからね、私。今箱で買ってないからもあるんだけど。そう、ライフフォレストとかもほぼ使わないから、この辺も、あれだよね。手放しちゃってしまってもいいんだよな。はい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 、ハラハラ。あの娘、置いとけたり、もうマネーエント。はい、お疲れ様でした。終わった。というわけで、これが今のところ私がとりあえずもうデッキに使ってないところですね。うん、デッキも出したらまあ、キリがないんで今日はいいかな。あ、でも手元にあるな。いや、いっか、それはさすがにいいや。もう疲れちゃった。あー、今どんぐらい経ったんだろう。10分以上経っただろうね、多分。十分じゃないかな、という感じがするけど。いや、最後、デッキの紹介だけしよっか。まあ、いじってないけどね。これやってたら全部出すそう。私のメインデッキ、クイタラのデッキ。この間、なんかアンノーンがね、上位入ったらしいですね。やはり私の着眼点は間違っていないっていう、N 破壊アンノーン。まあ、これもちょっと作り直そうと思ってね、少し。多分ね、この辺はいいかな。てか、これむしろこの間見せたばっかりだったっけ、そもそも。この間見せたばっかだし、もうこれちょっと低空でやりますね。もうちょっと、スリーブ入ってて重いんで、低空でお見せしますが。うん、今しめいらねえかなと思って、今しめの枠だけ変えようかなっていう感じかな。まあ他にも入れ替えたいとこあるんですけどね。なんかやたらお高いプロモのスタジアムがあると聞きましたね。なんか効果を起動したらターンエンドになっちゃうやつ。うん、お互い起動できるよね、スタジアムだから。でこれも確か直す予定のやつか。グズも抜くんだっけ。そこの取り始めていらねえって抜こうと思ったな。あの時ですね、私の GX メタデッキですね。相方がドンハンですね。それ、これ公開じゃなかったな。そう、新しい相方はドンハンになりましたね。うん。とりあえず、殴り合いをして負けないというか、このギリギリポーションガン積み構築にしたんで、まあ、ワンチャンだったら入れてみようかなって、ミックスハーフまで入ってるっていうね。回復しながら戦うっていう。で、あと、ハッスルベルとか、キーカードですね。これちょっと作り変えたいんですけどね、もうちょっと。うん。
あと、結局、フーパも、アロキーもワンパン取られるから、最大ヒットポイントを上げる作戦もありかなっていうね。それプラス回復で、粘りながら戦っていけば、非 GX 対決でも負けねえんじゃねえかなっていうのをちょっと考えてるんですよね。GX はメタれるんだけど、非 GX 対決で負けるのがこの時の弱点だったんで、そこをなんとかしていこうかな、みたいな。これはもう、いじってないな。最近回してもいないな。まあ、ホエル王の出来ですね。ホエル王っていうか、これキングホエル王の出来。これほぼいじってないですね。あ、いじったな。結局、一回いじって、もうやっぱアセロラガン詰めでよくねっつって、アセロラガン詰めに戻したんですよね。で、そう、弱点保険。なんだっけ、シェイミか、シェイミ。プリズムシェイミにボコられて、ワンパンでやられたのが悔しかったんで、弱点保険を入れることにしました。まあ、割られたらおしまいなんですけどね。こんな感じ。これ3つ目でしょ？これが4つ目。これ、そういえば公開しないですもんね。どっちだ？向きが。彼には抜こうとしたのか。あ、これ、壊れ崩れてるわ。あれですね。これもある意味 GX メタデッキですね。フェアリーチャームタンみたいなデッキですね。まあ、テテフとプクリンで戦うと。フェアリーチャームを使ってね、戦うというデッキですね。強いかと言われると、まあ、っていう感じ。じゃあこのマリアナを使って、フェアリーチャームを着脱しながら、戦っていくみたいなね。このデコレートビンタでバシバシ殴るっていうね。まあ一応遊べるんですけど、ちょっとね、フェアリーチャーム入れすぎ問題が発生してる。あと、フェアリーチャームの草を持ってないんで、そろそろ買おうかなって感じ。一応もうやるなら全種ぶち込みたいと思ったんでね。で、あとが、これか。これが確か、あれこれカウンター違うな、逆か。こうね。これも直そうとしたんだ。あ、これクソ、これ化石出てた。あ、これいいな。ちょうど崩す前だったから。化石を各種入れたんですよ。そしたら結局、プテラばっかしか戦わなくて、やっぱ私が大好きラムパルドを使いたいんで、ラムパルドに焦点絞ったデッキを作り直そうとしてる感じですね、これは。そんな感じです。なんでこれはまあ、作り直してからまた紹介しようかなって感じですかね。ラムパルド大好きですからね、私ね。昔 DP 時代はめっちゃお世話になってたんで、ラムパルド。デラックスラムパルドンとか言ってめっちゃ遊んでましたからね。これはまたいずれ。これでな、でもこんなもんかな。5個か。5個かな。ここで1個壊して1個直すから5個ですね。はい、というわけでこんな感じでした。なんで、まあ欲しいカードとかあったら一報ください。特に、もう28分乗ってる。マジか。はい、じゃあ終わります。お疲れ様でした。バイバイです。まあ、ただ、いつまであるかわかんないんでね。まあ、一応、コメントとかいただけたらお返しはします。ではでは、さようなら。